今回は厚生年金保険の論点についいいてお話ししたいと思いま,すまずは年金の体系図から厚生年金保険の位置づけを確認しておきますと厚生年金保険は国民年金の第2号被保険者つまり会社員や公務員が加入する2階部分の年金制度です。 厚生年金保険の被保険者は、70歳未満の会社員や公務員というイメージで、健康保険の被保険者となるようなパートタイマーも含みます。それから、厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて求めます。健康保険の保険料と同じような仕組みで計算されますが、健康保険の標準報酬月額は、 50等級であるのに対して、厚生年金保険の保険料を計算する際の標準報酬月額は3。2等級に区分されています。保険料は労使折半で負担して、被保険者は給与と賞与から天引きで納付する仕組みです。また、育児休業中の被保険者については、事業主が申請すると。 本人分と事業主分の保険料が両方免除されて、年金額の計算上、保険料のオフ済み期間として扱われます。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。